コパ航空201便墜落事故は、パナマのパナマシティにある特面国際空港からコロンビアのカリにあるアルフォンソ・ボニージャ・アラゴン国際空港へ向かう定期便だったコパ航空201便が墜落した事故である。1992年6月6日、201便は離陸の29分後に空中で分解してダリエン県ダリエン地境に墜落し、 乗員乗客47名全員が死亡した。事故原因は航空会社が行った訓練の問題を含む複合的要因であった。201便の墜落事故はパナマで発生した航空事故の中で最も死者数の多い事故でコパ航空で起きた初めての航空事故であり、かつ唯一の事故である。201便に使用されていた機材は製造から12年が経過した。 ボーイング737から 204ATB で1980年に製造され、ブリタニア航空に納入された。その後、1990年代にリース契約の結果としてコッパ航空が買い取った。依然としてブリタニア航空のストライプはビ部に残っていたが、同単位中央部にはパナマの国旗が描かれていた。機長は53歳男性。 副操縦士は25歳男性であり、客室乗務員は5人登場していた。201便は40人の乗客と7人の乗員を乗せていた。特面国際空港、アルフォンソ・ボニージャ・アラゴン国際空港出発地と、目的地の図201便は40人の乗客と7人の乗員を乗せて現地時間20時37分に、パナマ式の特面国際空港の滑走路21リットルから、 カリに向けて離陸した。離陸から約10分後の20時47分に、機長がパナマシティの管制官に、気象情報を聞いた。管制官は201便の350マイル先に悪天候が広がっていることを伝えた。機長は管制官に悪天候を避けるルートを飛行する、許可を求め、新しいルートとして、ダリエン県上空を飛行することになった。 最後の無線更新は20時48分で201便がフロリダ250に到達したというレポートだった。高度2万5000フィートを飛行していた201便は、レポートから2分後の20時56分に右に80度傾いた状態で急降下し始めた。機体は音速を超え、高度1万フィートで空中分解した。201便は486ノットで、 ダリエン地境内のジャングルに墜落した。特免国際空港に接近していた KLM オランダ航空の DC-10 がコロンビア国境とダリエン県の間のエリアで彼らから数キロメートル離れた位置にいる201便のトランスポンダーからの遭難信号を傍受したと20時57分に完成に報告した。完成間は緊急事態を宣言し、ボゴタにある コロンビア管制センターに行方不明の飛行機について通知した。翌日の明け方に捜索救援機が201便の機影が消えた場所に派遣された。8時間後、捜索隊はダリエン地峡のジャングルで最初の残骸を見つけた。到達が難しい場所であったために救助隊が到達するのに12時間がかかった。遺体と機体の残骸が 半径 10km に飛散していたため、調査は非常に困難なものとなった。調査官が墜落現場に到着し、墜落事故の原因を調べる調査が始まった。201便には40人の乗客と7人の乗員を乗せていた。国籍はコロンビア人36人、パナマ人8人、アメリカ人2人、イタリア人1人であった。事故機に搭載されていたものと同じ姿勢指示器。 201便では誤った姿勢情報が表示されていた。国家運輸安全委員会は CVR を回収し、分析のためアメリカに送った。しかし、CVR のテープがメンテナンスエラーにより破損しており、201便の音声は記録されていなかった。調査官は FDR から情報を得られることを期待した。FDR の方は正常に作動しており、 データを読み取ることができた。それによると、機体が急に傾き、高速で降下したようだった。このトラブルは、姿勢指示器につながっていたケーブルが、過度のストレスによる損傷により、断続的な短絡を起こしたことによるものだと判明した。その結果、姿勢指示器は貴重らに機体が左に傾いたままだと勘違いさせた。フライトは、夜間で、 巡航飛行中に悪天候に近づいていたので、地平線は見えなかった。姿勢を戻すために機体を右に傾け続けた結果、右にほぼ80度まで傾いた機体は高度を維持、できなくなり急降下した。また、姿勢指示器のソースの選択スイッチは、通常のノーマル1から、OSOLVG-1 の位置になった状態で、事故現場から発見された。調査官は、 パイロットがスイッチをノーマルポジションからボス ONVG-1 に変えたため、基調側と副操縦士側の両方の姿勢指示器が故障したジャイロにつながれ、姿勢がわからなくなったと判断した。調査チームは姿勢指示器の断続的に故障していた間、予備の姿勢指示器が正しく動いていたことを明らかにした。しかし、パイロットはこの姿勢指示器を見ないで問題を、 解決しようとしたようだった。墜落要因の一つとして、姿勢指示機の故障に対応するために必要な契機が、いくつかの機体で異なっていることを、コッパ航空が乗員に伝えなかったことが挙げられた。201便の乗員はこの問題に対処する方法を、シミュレータで学んでいたため、パイロットがそれに従って対処したが、上記のように、シミュレータ閉じ故機では、 コックピットの仕様が異なっていたため、基調側のアディソースを予備の垂直ジャイロに切り替えるつもりで基調側と副操縦士側の両方のアディのソースを VG-1 へ切り替えてしまい、副操縦士側のアディも正しい VG-2 からのデータを得られなくなり、問題の特定ができなくなってしまった。当初、ボーイング737型機で発生していた方向打の問題による、 墜落事故といくつかの類似点があったため、201便でも同じ原因で墜落したのではと考えられたが、最終的には違ったことが分かった。事故原因が特定された後、遺族らがボーイング737の部品供給業者の一社であるルーカス・インダストリーズに対し訴訟を起こし、未公開金額での和解となった。1993年にアメリカ人、 乗客一人の親族が旅行会社を通じて航空会社が乗客にチケットを販売したとしてテキサス州の連邦裁判所でコパ航空に対して訴訟を起こした。この訴訟は1994年3月30日に裁判所によって棄却された。ありがとうございます。